ここのところ日経平均株価が連立最高値を更新する中、まあ、今日は一旦落ち着きましたが四万円台の大台も見えてきましたどこまで上がっていくのでしょうかテレビ朝日経済部の小林理沙記者に詳しく聞いていきます小林さんよろしくお願いしますよろしくお願いしますえまずはですねなぜこんなに株価が上がっているのかその上昇の理由要因を教えてくださいはい、まあ、日々あの市場関係者 数多く取材しているんですが、本当にこの今年に入ってからの株価の上昇っていうのは、まあいろんな要因が重なっているんですね。まず、その半導体が今大注目ですが、半導体関連株が今牽引してアメリカの市場っていうのが先に。 市場最高値を更新しています。さらに、一月、二月というのは、日本の決算会見の時期でもありまして、この今回の発表された決算で、日本の業績の良さというのが数字として現れました。まあ、日本の企業の稼ぐ力というのがついてきたことが証明されたということです。さらに、その賃上げの機運が、去年から高まっていまして。 30年ぶりに日本が本格的にデフレから脱却するのではという期待感も高まっています。 で今年あと日,日銀のマイナス金利政策が解除されるというふうにまあ言われていますけど、はい、まあ副総裁からの,その利上げは急がないという発言が今年に入って出ましてそれが要因でまあ円安もの水準も続いているんですねでまあ想定以上にこの円安水準というのが続いているから輸出関連企業を中心にそのまあ増益につながっています、まあ、あの数字としては利益が上がっているということですね。 で、あと中国の景気交代っていうのも、日本の株式市場にとってはプラスになっているところもありまして、その海外投資家の方がこれまで中国の株を買っていたというのが日本株に流れてきているという、まあ、現象も見られるということで、まあ、とにかく本当様々な条件が揃って、今海外投資家から日本の株がもう大人気だということで、積極的に日本の株が買われているという状況です。 はいいろいろ教えてもらいましたが、まあ、その中でいうと一番こう影響が大きいものというのはどれになるんででしょうかまあそうかそそすねその30年ぶりにその賃上げの機運が高まっている日本がようやくデフレから脱却するのではというまあ期待感が一番その上昇している要因というふうにあの言われていますその去年の平均賃上げ率が3.58%だったんですがこれ、30年ぶりの水準なんですね。 ただ、まあ、賃上げ率が高かった一方で物価上昇率も高いので、まあ、実質的に賃上げとはならなかったところも多いんですが、まあ、こうした面から政府も含めて今年もさらなる賃上げを呼びかける声が高まっていてこ、まあ、今年は去年を上回る賃上げ率になるのではないかとの期待もの声もあります。 まあ日本は30年間そのデフレで賃上げができなかったんですが、はい、この長い30年の間に。 まあ海外の市場で事業を展開したりあとコスト改革を進めたりその各企業の稼ぐ力っていうのが高まってきたんですね。でさらに世界中でそのインフレが起きてコロナ後ですかね原材料価格の高騰などから、まあ、日本の食品だったりもう値上げ相次いだと思うんですけどす、ね、まあ企業は値上げをせざるを得ないんですね。まあ、日本は輸入も多いですから、海外の,ものが物価が上が上れば、 おのずと日本の物価も上がってしまうということでそうすると物を買えなくなってしまいますから賃上げもせざるを得ないんですね。でようやく、まあ、その外的要因もありましてようやく賃金が上がり始めたということで、まあ、賃金が上がるとお金が懐に入ってその消費が活発化しますから企業のが業績がさらにそれで上がって。 で好循環が期待されているっていうのがまあ一番の要因のようですあともう一つ今東京証券取引所が市場改革に取り組んでいます去年の3月今上場している企業に対して資本効率の改善や資本コストを意識した経営などを行うように要請をしました、うん これまで日本の企業っていうのは、まあ、株価だったり株主をあまり重視した経営をしてこなかったんですがそれがようやく変わり始めたという段階です。で今回この決算の発表ですごいあの株価上がる要因の一つであったんですがこの決算の発表の時期に合わせて多くの会社がその自社株買いと言われるものだったりその株主の還元策っていうのを発表しているんですね。そのののようにその各企業の今回の投資が進めている 改革への取り組み状況っていうのが確認されましてさらに海外投資家からの期待が上が上っていいるという状況です、はいこうね、2つの要因を主に紹介してもらいましたけれども、うん、まこういった要因が、ね、複数あったとしてもそもそもここまで急激な上昇っていうのはアナリストたちも予想してたんでしょうか。 そうですね、あの去年末、こ、まあ、今年の予想として各証券会社があの数字を出していたんですが今年その最高値を更新して4万円を超えるという予想自体はたくさん出ていました、はい、ただ、このスピードでっていうのは予想外だったようです、まあ、とにかく今、海外投資家からの,その日本株への期待っていうのが、まあ、予想をかなり上回っている状況なんですね。あとはあのアメリカの,あの 利下げ時期っていうのが後ずれしていて、アメリカのインフレが収まらないということで利下げ時期が後ずれしていて、それと同時に先ほど申し上げたようにその日本の利上げへの期待っていうのも下がっていますから、まあ引き続き円安がずっと続いています。まあそれで想定よりも早いタイミングでの最高値更新になった,ではななったのではないかという見方もあります。はい。ここまで急激に上がってくるとは予想されてなかったという話ですけど、この先、うん、さらにどこまで上がるという。 予想が多いんでしょうか、まあ、そもそも今ってこうバブルなんじゃないかコメントでもバブル崩壊なんて怖がっているような方のね、うん、コメントも多いんですけれどうん、うん、この先上がったはいいけど下がる日も来るんじゃないかそんな不安もあると思うんですがいかかがですか、うん、まあそのバブルっていうワードなんですけど市場関係者の方に聞くと多くはバブルではない。 という,ふうにおっしゃるんですねで、まあ、その理由として先ほど企業の業績がいいというふうに申し上げましたがそのちゃんと利益の見通しがあって、まあ、それに基づいいてて株価が上が上っているんですなのでその最高値前回の最高値を更新した34年前の,その実態もないまま株価だけが上がっていくっていうそれは ととと今の状況とはちょっと違う、まあ、だからこそ34年前は一瞬にしてまあ下落してしまったのではないかということなんですね。でそのバブル期振り返ってみますととにかく日本の企業の実力以上に株価が上がっていたんですでその数値としてえっと企業の利益に対して株価がその割安なのか割高なのかを判断するための指標があるんですが今それが16.5倍程度なんですね。 それが1989年末は60倍を超えていました。本当に実態のない中、ただただお金が回っていたという状況だったようです。でまあ、その反動が大きかったので、30年間、まあ、長いデフレが続きましたけど、今たったようやくまたお金が回り始めたという、まあ、認識を市場関係者の方は示されています。 はい、今はその企業の利益も増えていてで業績の見通しもいいので、まあ、それに基づいて株価が上がっているその実績があるなんか理由がある根拠がないわけではないということなんですね。で、まあ、どこまでいくかについては史上最高値更新を受けて証券会社もその株価の予想を情報修正していてそれこそ更新した日はあの条件が揃えば4万3,000円を今年 つけるなんていう声も聞かれたんですけど、まあ、市場関係者の方まずは4万円を目指す動きになるのではないかという意見が多く聞かれます。その来月中旬にその春闘の集中回答日を迎えるんですがそこで去年を大きく上回る賃上げ率となればデフレ脱却への見方がさらに強まるのでまた日経平均が上がり出すのではないかという期待の声も聞かれています。うん 来月のねその春闘の回答日まさに注目が集まるということですね。はい。はいで一方でまあ、今こう上がっていくとこの先どうなるんだろうとかねそういった不安の声もコメントでよく来ています。今の日本株にとっての最大のリスクは何なんでしょうか。何を恐れているアナリストが多いですか。そうですね。まあその三十年前のような大幅な下落っていうのはまあ、おそらくないのではないかという見方が。 多いんですが、まあ、その理由として、まあ、それだけ、その築けられ、上げられてきた日本の、その経済の土台っていうのがしっかりしているからということなんですね。ただ、その急ピッチに上がっていますので、まあ、利益を確定するための売りが入ったりで、今日みたいにその小幅に下げるっていうことはあるんですけど、まあ、それも当然の動きだということで。 まあ何かその下げる要因があるとしたら例えばその地政学リスクが考えられて今、中東情勢だったりウクライナ情勢だったり不安定なこともありますしあとこの秋にはアメリカの大統領選も控えているので、まあ、そのあたりがその下落要因になるのかなという声は聞かれます。 ただ先ほどのその東証が行っている市場改革っていうのはまだスタートしたばかりですのでまだまだその改善の余地っていうのは大きいんですね。その数値的に見ると日本の企業のその資本効率っていうのはまだ欧米企業の半分以下だそうです。なので本当にまだ十分に高められる余地があるようです。 まあこれで日経平均が急激に上昇して最高値を更新した後も、まあ、今週に入っても数日連続で最高値を更新し続けましたがその小幅な値上がりが続いた理由の一つもこの市場改革があるのではないかというふうに言われています。なので下げる要因もあれば、まあ、まだまだ上げる要因もあるということですかね。はい ま続いてお聞きしたいのがですね、景気の実感についてなんですよね。あの、うん、ANL の世論調査によりますと、今後の日本の景気について上向くと答えた人が実は2割程度にとどまっていて、6割以上は上向かないというふうに、まあとてもネガティブな回答が多かったんですね。うん、あのコメントでもよく来てるんですけども、あの最低賃金を大幅に上げないと実質賃金が追いつかない。まあそのやっぱインフレがあるからあの。 こう上がってるだけで、実際のこう実質、賃金には届いてないんじゃないか？っていう声もありますし、景気が悪いのに株だけ上がってるよね。なんてコメントもあります。まあ、つまりはあんまり恩恵を感じられていない景気のいいっていう実感がないという声が多いと思うんですが、これはなぜなんでしょうか？うん そうですね市場関係者の方々その口を揃えて言うのはやっぱりその基本的に株価は先行して動くそうなんです、うん、なので、まあ、賃,賃上げだったり今からその生活が変わっていくことへの期待感というのが高まっていますからその企業業績への期待につながって株価が先行して上がっている状況なんですね。でアメリカ いやまあ主要国に遅れてようやく日本もその株価が上がってきたのが今のこのタイミングということでまあようやくそのなのでその企業の稼ぐ力っていうのはもう目に見えてましてきているのが分かっていますので,で賃金を支払う力っていうのも十分高まってきていますのであとはこの好循環を作り出せるか にかかっていいるととうことです、はいまあ、株価が先行しているからこの後にね、こう賃上げも来るんじゃないかという期待感は高まるんですけど、まあ、そもそもこう賃上げと株価の関係について聞きたいんですけども、まあ、こう賃上げがされれば株価にもポジティブな影響を与えると考えていいいんでしょうかはい、あの賃上げはもちろんポジティブなものだというふうに捉えていいそうです。でまあ、値上げをすればもちろん企業 賃上げをすればですねすねみません企業は値上げをしやすくなりますそうすするとさらにそそのの企業の業績が上が上っていきますそして個人レベルで言いますと、まあ、使えるお金がそれだけ増えるのでそれを投資に回すこともできますし、うん、さらにその旅行だったり消費に使うこともできるので旅行消費がどんどん増えていきます。 そうすると経済全体にとってはもちろん株価にとってもプラスということなんです。であの時々その賃上げすると企業の,そのコストが上がって利益が下がってしまうのではないかという声も聞かれるんですがその投資家っていうのは人件費を抑えてコストカットしているその水増しして業績を増やしているっていうのはいうふうに判断をしてしまう可能性が高いんですね。 で投資家はその人的投資を見ていますしさらにその企業の本質であるその技術力だったりあの付加価値のあるサービスを生み出す力そのあたりに期待をしていますのでその人的コストをカットしたところであの投資家の期待には添えないということです。で今日本企業も利益率が上がってきていますからきちんと賃上げをすれば、まあ、さらなる好循環につながると指摘する声が多いです。 やっぱりこう、ね、投資家から見ても日本がこうやって人件費を切り詰めていくら業績がアップしたって駄目だよとちゃんとこうみんなに好循環するような流れを作んなきゃダメだよというようなこう、ね、視線が注がれているいうのはこう働く人間にとってはとてもいいことですよね。 バブル時を、ね、振り返ると、まあ、日本がすごく上向きな感じがしてこう世界の中でも競争力もあってこう国力があるなんていう、まあ、世界最強なんていうような、ね、空気もあったと思うんですけれどもただそ当時は実態がなかった今は実態がこうだんだん出てきたという中でこの令和の時代に日本の経済や、ね、こう働く力っていうのが復活するためには何が必要なんでしょうかね。うんうん そうですね、まあ、何をもって世界最強というかなんですがその私も映像だったりでバブルの,その華やかなお金を振り回してる映像だったりとか見て、まあ、今 の自分が生きている世の中とは違うなというふうに、まあ、感じるんですが、まあ、本当に当時はおっしゃっていただいたようにただただ実態に伴わない株価の上昇で今はその企業業績が拡大していてそれに伴って株価が上昇している、まあ、土台が安定しているということなんですねで今後はその継続的に賃上げをできるかさらにその生産性の向上だったり企業価値を高めることができるかというのがポイントになってきます まあその流れを受けて賃金、ね、が適切に上がってでさらに物価も安定してであのこのあと期待される金利の,のある世界が戻れば景気がいい実感というのは出てくるはずだとということですやっぱり、ね、なかなかこう実感がない人が多くて生活が辛い物ばっかりが上がっているというのはねあの感想が多く来てますから、うん、こう適切に、ね、いい循環があってで、ね、こう景気がいいってみんなが思えるような、ね、日本が来てくれることをこう願いたいですね。<laughs> はい私もあの日々取材を重ねながらそういう世の中を期待したいと思いますはいどうもありがとうございました小林記者でしたありがとうございました